昨日夜、札幌市西区西野で親子とみられる熊3頭が目撃され、今朝も小学校で児童の登校を見守るなど警戒が続いています。昨日午後6時ごろ、札幌市西区西野8条10丁目で帰宅途中の女性が熊を目撃しました。目撃した女性によりますと、熊は親子とみられる3頭だったということです。僕は熊だなって思いました。 いや、怖いの一言ですよね。やっぱ子供もいるんで、いつどこで出てくるかわかんないんで。西区西野では去年から熊の目撃情報が相次いでいて、親子と見られる熊もたびたび目撃されています。昨日の目撃を受け、西野第二小学校では、今朝警察と住民らが児童の登校を見守るなど警戒が続いています。 熊が目撃されたのは住宅からおよそ1 0 0メートルの場所で札幌市は今朝から現地を調査しています。